クギスは地理情報システムの閲覧、編集、分析機能を有するクロスプラットフォームのオープンソースソフトウェア、GIS ソフトである。無料でありながら、有料、高額な GIS ソフトに近い機能、操作性を備えており、機能の追加も無料のプラグインで行うことができる。2020年6月現在、バージョン3.14例が無料で公開されている。 2.0での主な変更点バージョン2.0から、作業環境の保存場所や設定ファイルの名称が変更された。C で書かれており、C や Python の拡張に対応している。Qt の拡張が使えるほか、Qt を用いている、Jos や Squared、Google、GlassGIS、PostGIS、p o s t g r e s s l の連携にも対応している。MacOS、Linux、Unix、 マイクロソフトウ n ンドウズの OS にて動作し、MacOS での動作は、XWindow システムを使用せず、ユーザーインターフェースがより華麗で早く動く。グラス GIS のグラフィカルユーザーインターフェースも使用できる。他の商用 GIS ソフトウェアに比べ、ファイルサイズが少ないことから、a ムや使用電力を抑えられる。ボランティアによる開発グループにより、定期的なアップデートや、 バグフィックスが行われており、2012年には48個と後に翻訳され、世界各国の教育機関や職場にて利用されている。GNU、GPL で反布されており、利用者が使用目的に合わせて自由に修正することができる。例えば、クギスブラウザーとクギスサーバーの機能はデータの取得やレンダリングの際に同じコードにより動作するが、 現在はインターフェースが異なっている。このように多くの拡張プラグインが利用可能である。GIS 業界で標準的なデータ仕様となっている ARCGIS の Shape ファイルや Shape ファイルは3つのファイルからなり、属性情報は DPS 形式に収められている。政府系機関がサービスを行っている基盤地図情報も同サイトで無料ダウンロードできるコンバーターソフトを使えば、 シェイフイルに変換可能でクギスに読み込むことができる。クギス1.8例以降では Google Earth や Google Maps で用いられている KML 形式にも対応しており Google Maps などで作られた KML データをダウンロードしこれを活用できる。クギスでは読み込んだ空間データの場所、地図としての表示、印刷の設定をまとめてプロジェクトと呼び プロジェクトをファイルとして保存したものをプロジェクトファイルと呼ぶ。プロジェクトファイルの形式は XHTML や XML に似たタグを使ってデータを挟むテキスト形式であり、エディタで開き中身を編集することも可能。クギス g i s はプロッジ4を利用し多くの測地形に対応する。クギス g i s では測地形をそれぞれの例やデータフレームに設定することができる。 測地形が定義されていれば、実行時でのベクタレイヤの投影による、異なる測地形同士のデータ重ね合わせが可能であり、表示投影方法も設定により変えることができる。クギスで用いられる、測地形の例外外製の無料ソフトなので、日本語の情報が不足し、バージョンによって日本語化など一部に不具合があったり、不具合の解消に手間がかかる。は、問題なく、 日本語が使える。ポストギスやグラス GIS、マップサーバーを含む外部のオープンソース GIS、拡張機能を統合することができる。公式にはサポートされていないが関係するプラグインによって Google マップスを一つのレイヤーとして読み込み表示できる。1.8、レイヤー1.7、4などで動作確認済み。衛星画像は アークギスを作っている会社がアークギスのために提供しているものよりも格段に高品質、情報量が多く多言語環境、日本語環境においては GIS データを作成する場合に大いに効力を発揮する2.01でも読み込み可能だが地図の切り替え時にエラーとなり強制終了してしまう。クギスで作成した GIS データを Google Earth にて 3D 表示できるもの。先に Google Earth を使用するパソコンにインストールしておく必要がある。モニーター画面に映るクギスの表示範囲だけが反映されるようなので、あらかじめ表示したい範囲をクギスで選定しておく。適に調整は必要だが、クギスで作成した高機能な 2D データをギアスベのアイコンボタン一つでカシミール 3D のように 3D 化できる。 Google Earth にはくじすべとして、レイヤーが追加表示される。クギスの表示範囲を動かしながらギアすべのアイコンをクリックするたびに、その都度データは自動更新される。シェープファイルのテーブルの集計に便利。また、Excel などで利用したい場合、CSV 形式のテキストファイルを出力可能。クギスのインストールでは、以下のような GIS に関連するフリーソフトが組み込まれる。 クギスとバージョンに応じた開発コードネーム内にショートカットが作成される。日本語の情報はほとんどない。クギスで作成されたデータファイルのほか、すべての WMS 用モジュールも同梱。マジズとは C やフォートランのコンパイラで開発者向けのもの。Linux や Solaris、MacOS などのユニックス系ベースのソフト。コマンドラインでの操作が基本となる。 日本の人文地理学者、谷健二が開発している GIS ソフト、地理情報分析支援システムと説明。マンダラパソコンにソフトウェアをインストールしておく必要がある。KLM を使い、ブラウザで見ることができる。クギスでは、プラグインを使って、一つのレイヤーとして取り扱える。この他他他社の地図データも、同様に扱え、高価なアークギスよりも選択肢が広い。 開発関係メーリングリストなど、ありがとうございます。